こんばんは、ゲーム屋和です。この番組では、毎回いろいろなテーマで、ゲーム内容の解説や、ゲームにまつわる様々なエピソードを紹介していきます。それでは前編に引き続き、第169回、幻想水湖伝2後編をご覧ください。後編の内容には、本作ストーリーの核心に迫る、重大なネタバレが含まれています。未プレイの方は、クリア後のご視聴をお勧めいたします。少年兵部隊の全滅以後、主人公とジョイは、数々の惨劇を目の当たりにしました。ピリカの両親をはじめ、多くの人々が、ハイランド王国の侵攻によって犠牲になりました。力及ばず、救いきれなかったたくさんの命。僕には守りたい人がいると、ジョイは語っていました。王国キャンプの偵察に出向き、王国兵に包囲されそうになった時も、ジョイは身を盾にして主人公を救ってくれました。二人は幼馴染であり、主人公もまた、ジョイが守りたいと願う存在の一人でした。いじめっ子から主人公を守ろうとした、幼い頃のジョイの姿。やめろ、他を馬鹿にするなら僕が相手だ。力及ばず、喧嘩には負けてしまったけれど、ジョイは主人公の盾になってくれました。これめこりたら、偉そうなこと言うんじゃないぞ。腰抜けじじいのもらわれっこと、お坊ちゃんのくせに。しかし、やがて時を経て、それに懲りることなく、再びジョイは主人公の盾になってくれました。ジョイは先に主人公を逃がし、しばらく経ってから、幼馴染の元に戻ってきました。ハイランド王国軍が、都市同盟軍最大の都市、ミューズに迫りつつある中、対応を協議する会議で、都市同盟の各国の意見は大きく割れていました。危機が目前に迫る中、それぞれが自分の利害を主張する始末。天真爛漫なナナミは、その会議の様子を見て、おっさんたちが揉めているだけと評しましたが、ジョイは口を閉ざし、何やら複雑な心境の面持ちでした。そして、いざ王国軍の侵攻が始まると、なんとジョイは、都市同盟の指導者を殺害し、王国側に寝返ってしまいます。セピア色の回想シーンでは、主人公とジョイとナナミたち3人の、絆が育まれていく様子が描かれていました。育ての親である幻覚を含め、本当は血のつながりのないナナミと主人公。やーい、やーい、もらわれっ子、腰抜けの家の子、汚い道場に住んでるくせに。周囲に蔑まれながらも、彼らは共に手を携え、明るく朗らかに生きてきました。しかし、やがて戦争が始まりました。戦争が全てを変えてしまいました。多くのものが奪い去られる中で、やがて少年は、力が必要だと口にするようになりました。そして、少年は多くを語ることなく、人生最大の親友に背を向けて立ち去りました。一体なぜジョイは、このような行為に及んだのか。もう一度ジョイに会いたい。彼の話を聞いてみたいというプレイヤー自身の思いが、この物語の行方を、最後まで見届けたいと思う、大きな動機の一つになったと思います。また、声と笑顔を失ってしまったピリカから、いつかそれらを取り戻したいという思いも、プレイヤーにとって、この旅を続ける理由の一つになるかもしれません。そして、少年兵部隊が全滅した時、主人公とジョイは、もし離れ離れになった時は、この天山の峠に戻ろうと契りを交わしていました。本作ディレクターの村山義隆さん曰く、幻想水湖伝2の物語は、横山光輝の漫画でも知られる、中国古代の歴史、降雨と UFO を参考にしているそうです。史上初めて、中国大陸を統一した秦の始皇帝。しかし、政治の腐敗と混乱により、その時代は、事実上一代で終わりを迎え、始皇帝の死後、降雨と UFO が、中国大陸をめぐり、覇権を争うことになりました。降雨の強大な力を前に、UFO は屈服し、一度は辺境の地に追われてしまいます。降雨は己の力が最大の武器でした。信じられるものは、自分の力のみ。力任せに支配を進める、残忍な彼の元からは、次第に臣下や民衆の心が離れていきました。ハイランド王国の王子ルカ・ブライトは、降雨がモデルになっているようです。一方の UFO は、彼の元に集う、配下たちの結束が最大の武器でした。一方、戦争に打ち勝つためには、前作と同様、優れた軍師の存在が必要でした。その役割を担うのが、名軍師マッシュの直弟子、シューというキャラクターです。スタ
タリオンに腹を立てつつ、州の義妹アップルと共に、彼の家を訪れることに。ルカ・ブライトは、この世の全てを呪ってやがる。都市同盟をズタズタにするつもりだな。しかし、力を貸すことはできないと、冷たくあしらわれてしまいます。そんな義兄に対してアップルは、公衆の面前で土下座も厭わず、仲間入りをこいました。お願いします。お願いします。己を捨て、世のため人のために恥をさらすアップルの姿。それでも州は、無言でその場を立ち去ります。前作のマッシュも、争いに関わりたくないと言って、当初仲間になることを拒んでいました。私は戦争を指揮し、多くの命を奪った。私は本当に正しかったんでしょうか。そして、マッシュの弟子である州もまた、それと同じようなことを語っていました。それでも食い下がるアップルに対し、州は川に銀貨を投げ込み、銀貨を見つけることができれば、力を貸してやると告げました。泥水をかき分け、銀貨を探し続けるアップルの姿。ここでも、一緒に銀貨を探すかどうか、プレイヤーに選択肢が示されます。私は土下座までしてくれたアップルのために、一緒に探したいと思いました。しかし州は銀貨を投げ込んでいませんでした。ナナミのセリフ。見つかるはずないんだよ。私見たんだもん。あの人、途中で小石にすり替えたのよ。州は、本当はありもしない銀貨を探させ、諦めさせる腹積もりでした。私も知ってた。州兄さんが私に、わずかなチャンスさえくれなかったこと。ところが、州の身辺調査をしてくれていた探偵のリッチモンドが、代わりに川に銀貨を投げ込んでいたという、粋な計らいにより、州の心に変化が生じます。この場面でも村山さんは、アップルの献身に対し、あなたはどう思いますかと、プレイヤーに繰り返し意思を問うていました。その後も主人公たちは、ルカに抗う戦力を得るべく、同盟都市の諸国に足を向けます。そして、国を統治する者たちの、苦悩や葛藤と向き合うことになりました。優先すべきは、指導者としての立場か、それとも、一人の人間としての良心か。前作でも、立場と市場の狭間で苦悩する、オデッサという女性が描かれていました。帝国が今何をしているのか、人々が何を望んでいるのか。あなたは、あなたが見たものから、あなたが感じたものから、目を背けることはできないのよ。巨大権力に抗う指導的立場のオデッサは、目の前の一人の少女を救い、命を落としました。グリーンヒル四国の市長代行は、テレイズという女性でした。グリーンヒルは、王国に町を包囲され、兵糧攻めを受けることになりました。グリーンヒルは、先んじて王国に占領された、ミューズの兵士を数多く受け入れていました。しかし、兵糧攻めに遭い、食料が乏しくなると、グリーンヒルの市民と、旧ミューズ兵たちは、食料をめぐって争うようになりました。ハイランド王国が、ミューズ兵を解放したのは、まさにそれを狙ったものでした。そして、とうとうグリーンヒルで内乱が勃発し、王国は戦わずして同地を手中に収めました。王国の指揮官は上位でした。テレイズは指導者として、そのことに責任を感じていました。自分は非力であると彼女は話し、主人公への協力の要請を拒みました。そんな中王国は、敗戦以来、隠れ家で生活をしているテレイズを賞金首として、彼女の身を差し出すように、グリーンヒル市民に呼びかけました。ナナミは逃げるように促しましたが、彼女はそれも拒みました。これ以上、市民の方々に迷惑はかけられません。私が捕らえられて、それで王国の横暴が収まるのなら、私の最後を見届けてください。どうして死に急ぎやがる。生きてこそだろ。そんな風に叫んだフリップは、前作で死んだオデッサの元恋人でした。しかし、王国に出頭しようとするテレイズを、今度はグリーンヒル市民が止めました。あなたを失えば、戦いに敗れ、傷ついた市民たちが、もう一度傷つくことになる。あなたを生贄として差し出すことで、束の間の安息を得ることができるかもしれないけれど、人間として失ってはならないものを、私たちは、もう一度手放すことになる。戦いに負けて、この街を失っても、本当に失っちゃいけないものがあるのよ。それを失わせないでください。お願いテレイズさん。私は、私が見たものから、私が感じたものから、目を背けることはできない。マチルダ騎士団のマイクロトフもまた、
自分が感じたものから、目を背けなかった人物の一人でした。ニュースでは、ルカの残虐な行いにより、大勢の市民が犠牲になっていました。しかし、マイクロトフがそれを上申するも、マチルダ騎士団の団長は、風見鶏を決め込み、何も動こうとしませんでした。騎士団にとって主の命令は絶対。それこそが騎士である証。騎士としての立場を取るか、それとも、人間としての誇りを取るか。誓いを破るのは、騎士としての最大の恥辱。だが俺は騎士である前に人間だ。騎士の名などいらない。恥辱にまみれるのも甘んじて受け入れる。こうしてマイクロトフもオデッサと同じように、立場を捨て、人としての誇りを選び取りました。やはり前作と同様、幻想水湖伝の物語は、巨大権力の理不尽な暴力に対し、弱き立場の者たちが、勇気を振り絞って結束し、それに立ち向かう姿を描いていました。ミューズ市民が殺される場面で、上位の素性の一端が明らかになります。上位は母親の連れ子で、父親とは血のつながりのない人物でした。だからこそ彼は、主人公をもらい子と馬鹿にする連中のことが、どうしても許せなかったのかもしれません。そして彼は、守りたい人物の一人に、父親ではなく、母親を挙げていました。その一方で、ルカ・ブライトは、幼い頃に、母親のことで深い傷を負っていました。ルカは、自分の母親が、都市同盟軍の者に恥辱を受けたと話していました。そして、幼いルカの前で、母が恥辱を受けている最中、父アガレスは命惜しさに逃亡し、王座で震えていたと彼は語っていました。彼にも守りたいと願う人がいました。しかし、彼は守ることができませんでした。そして、幼い頃の筆舌に尽くしがたい、痛みと苦しみにより、ルカは、人間としての大切なものを、完全に喪失しているように見えました。自分の力のみを信じた行為は、やがて孤立を深めていくことになりました。四面楚歌という言葉は、行為が死ぬ時の様子を表した故事です。流邦軍に包囲される中、自分の国の歌が四方八方から聞こえてくる。自分の国の者たちは、皆すでに流邦に下ってしまったのか。自国の歌を聴きながら、もう助かる道はないと、コウは覚悟を決めたと伝えられています。ルカが壮絶に死んでいく場面も、コウの散り際を模していると思われます。なぜ貴様が勝ち、この俺が負けるのだ。最後の最後まで、彼は自分が敗れた理由を理解していませんでした。元帥シリーズで最も印象に残る場面に、村山さんは、このルカが死ぬ場面を挙げていました。ルカは死の間際、そばにあった樹木に、木彫りのお守りが埋められているのを見つけました。思い起こされるピリカの言葉。あのね、もうすぐね、お父さんの誕生日なの。だからね、ピリカね、お父さんにプレゼントあげるの。それでね、ミューズの一番大きな道具屋さんに行った時にね、とってもとっても綺麗なお守りが売ってたの。木で出ててね、お星さんやお魚さんがついててね、お父さんにそれをあげたら喜ぶかな。そして、上位たちはピリカの代わりにミューズの道具屋を訪れ、木彫りのお守りを購入しました。しかし村に戻ると、プレゼントを渡す相手は、もうこの世にいませんでした。この渡す相手のいなくなったお守りは、おそらく上位が持っていたと思われます。そして、何の因果か、四面楚歌の中で、ルカがそれを手にすることになりました。そもそも、このルカを討ち取る作戦は、王国軍の軍師からの密告をもとに実行されたものでした。したがって、彼がここでお守りを手にしたのは、もしかしたら、単なる偶然ではなく、本当は必然だったのかもしれません。ルカがお守りを開けると、その中から、たくさんのホタルが宙に舞いました。ホタルの光は、失われた多くの命のように、ただ静かに、闇夜に消えていきました。ルカの死後、上位は、ルカの異母前にあたる、ジル・ブライトの夫となり、ルカに代わって、ハイランド王国の王子の座を引き継ぐことになりました。回想シーンでは、上位が主人公を誘って、ジルの様子を覗きに行く場面があります。そんな中再びナナミが、どこか遠くに逃げようと持ちかける場面がありました。もうやだよ。タオが死んじゃったらどうするの。幻覚じいちゃんもいない、上位もいない、それなのに。そして彼女は何よりも、主人公と上位が戦うことを望んでいませんでした。
三人は、たとえ血のつながりはなくとも、本当の兄弟のように生きてきました。あの日、七海が手を振って、二人の旅立ちを見送るまでは、幻想水湖伝通は、プレイヤーの意思を大切にしているゲームです。だからこそ、その意思を反映すべく、本作では、マルチエンディングが採用されていました。なんと驚くべきことに、すべてを投げ打って、二人で逃げ出す終わりも用意されていました。そして、上位と七海の運命を左右する分岐も設けられています。初見プレイの時、主人公をかばって、矢にいられた七海を助けることができず、彼女が死んだと告げられた時は、思わず呆然自失となりました。深く感情移入しているがゆえに、初めはどうしても受け入れることができませんでした。上位が都市同盟を裏切った理由は、二人で王国キャンプの偵察に出向き、上位が主人公を先に逃がした際に、彼が王国軍に捕らえられていたからでした。お願いです。母さんに、これが最後でいい。母さんに会わせてください。上位は王国領に住む母親を盾に、願えることを強要されたようです。また、自らの利害を優先し、意見が対立する都市同盟の諸国にも彼は失望していました。この狭い領土に、複数の国々が乱立していては、いつまで経っても争いはなくならない。始皇帝のように、誰かが強大な力で、一つの強靭な国家を築くしかない。それが上位の考えでした。上位は、部下に免従腹背しつつ、その力を利用し、機会を伺っていたようです。王国のコートでシルバーウルフを倒した後、なぜか上位は姿を消していました。ラスボスは上位だと思っていたので、一体どういうことだと不思議に思いました。しかし、エンディングに移る間際、プレイヤーに操作が委ねられていました。本拠地1階の広間に行くと、フリックがどこに行く気だと問いかけ、ビクトールが行かせてやれと、何やら意味深なことを口にします。このフリックとビクトールのおかげで、私はあの日の約束を思い出すことができました。あえてプレイヤーの操作に委ねるという、ゲームならではの、本当に粋な演出だと思います。かつて、主人公の育ての親の幻覚は、都市同盟側の人間として、輝く盾の紋章を宿し、ハイランド王国側のハーンは、黒き刃の紋章を宿していました。古くからの言い伝えによると、剣と盾の紋章は、本来一つのものとして数えられていますが、二つに分かれている時は、それを宿す二人が、争う運命にあると伝えられています。結局幻覚とハーンは、紋章を一つにすることができず、二つに分かれたまま、紋章を封印し、次の世代に委ねられることになりました。そして、ルカに抗う力を得るべく、主人公と上位がそれを宿しました。上位も、二人が戦うのは運命だと語っていました。その運命の通り、二人は約束の場所で、最後の決着をつけることに。一騎打ちを終えた後の、上位のセリフ。やはり君は、僕を倒さなくちゃいけなかったんだ。勝者たる英雄が、敗者たる悪王を倒す。その英雄物語に、人々は自らの争い、戦いの罪を忘れることができる。さよなら、我が友。ずっと共に手を携えて生きてきたのに、本当にこんな終わり方しかないのか。本当にこれが運命なのか。しかし、七海は対峙する二人に対し、こんな風に訴えていました。やだよ、ダメだよ、そんなのダメよ。運命なんて信じないもん。幻覚のおじいちゃんも言ってたもん。そんなの嘘っぱちだもん。紋章の運命の物語は嘘っぱちだと、生前幻覚は七海に語っていたようです。本当は、二つに分かれた紋章が、一つになる道も残されているはず。そして、プレイヤーが108人の仲間を集め、とっさの判断で七海に危険を知らせ、破れた上位に手を差し伸べることで、私たちは運命を乗り越えることができました。プレイヤーの意思を大切にしているゲーム。プレイヤーが自分の意思で、運命を乗り越えることのできるゲーム。それが今も、多くの人に愛されてやまない、幻想水湖伝通という作品でした。本日の考察は以上になります。ありがとうございました。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。改めまして、村山義隆さんのご冥福をお祈りいたします。今回の動画が面白いと思った方はいいねボタンを、ゲームやわの活動を応援してくださるという方は、ぜひ他の動画もご覧いただければ幸いです。次回のゲームやわは、5月1日の更新を予定しています。
それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。おやすみなさい。